音右衛門 FMO プレゼンツ LINE ライブ新人発掘オーディションブラッシュアップフェスティバルへの道。ブラッシュアップフェスティバル実行委員長のウェルカムマンド俳優兼ミナロラクラ歌手の MC 浅見美沙です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月3日文化の日に行われる年末最後の野外音楽フェスブラッシュアップフェスティバル、略してブラフェスに出演し、年間最優秀賞アーティストに輝くのは誰なのかということで、毎月4月から9月まで月間優秀アーティストを LINE ライブ内のオーディションで1組決定いたします。はい、月間優秀アーティストに選ばれますとブラッシュアップフェスティバルの出演権を獲得し、ハンデレオコエモンではミュージックビデオとコメント動画、FMOでは楽曲とコメントメッセージがオンエアされます。そしてさらにですね、年間最優秀アーティストに選ばれますとパワフで行われたクラウドファンディングの支援金を、活動資金としてお渡ししますということなんですけど、はい、6月の月間優秀アーティストが決まりました。神戸のギター弾き語りシンガーソングライターのゆりかさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、僕はの LINE ライブオーディション最後の最後まで見てたんですけど、はい、もう最後の1時間も大接戦で、2位だってもう本当に残念だったんですけど、藤岡みゆきちゃんというシンガーソングライターのと2人が最後ねランキングを争うような形になって、もうすっごい僅差だったんですよ。はい、で最後の最後でなんかこういろんな方が応援コメントくれたり、でも本人らもやっぱ優勝してね、やっぱミュージックビデオみんなに見てもらいたいとか、もうブラフェスに立ちたいっていう思いがすごい溢れた、もうすげえドラマのあるイベントでございました。なんかすっごい、シンガーソングライター以外にもバンドで活動されてたりとか、すごい多面性のあるアーティストさんなんですけど、早くライブちょっと見てみたいなって思いながら見てみたいですね。はい、ブラフェス楽しみですね。はい、楽しみです。はい、そしてですね、来週からはゆりかさんのミュージックビデオとコメント動画が放送されますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、オーディションの詳細はブラッシュアップフェスティバル2019で検索。